各白王各白王は中華人民共和国の軍人。蘭州軍区司令員、第一副総参謀長、中国共産党中央政治局委員、党中央軍事委員会第一副主席を歴任。最終階級は上昇。各白王は1942年、先制少霊戦に生まれる。1958年8月。 先制省の軍事工業に就職する。1961年9月、徴兵により、中国人民解放軍に入隊した。1963年3月、中国共産党に入党。1981年、蘭州軍区所属の、第19軍55師団参謀長に任命され、以後長期間、同軍区に勤務する。1982年、 乱州軍区司令部作担部副部長に任命。1983年、解放軍軍事学院を卒業すると同年に第19軍参謀長に任命される。1985年、乱州軍区副参謀長に任命。1988年9月、少将に昇格。1990年6月、第47集団軍軍長に任命。 1993年12月、北京軍区副司令院検討委員会常務委員に転任。1995年7月、中条に昇格。1997年、蘭州軍区司令院検討委員会副書記に任命。同年9月の第15回党大会において、党中央委員に選出。1999年9月の 第15期党中央委員会第4回全体会議において、党中央軍事委員会委員に補選されるとともに、人民解放軍常務副総参謀長に抜擢され、次期総参謀長に内定。同年9月、上昇に昇格。同年10月31日、第9期全人大常務委員会第12回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に、増歩された。 2002年11月の第16回党大会においては、党中央政治局委員に選出され、総参謀長職を飛び越えて、党中央軍事委員会副主席となった。2007年11月の第17回党大会において、党中央政治局委員及び党中央軍事委員会副主席に再選。2012年11月の第18回党大会において、党中央委員。 当政治局委員、当中央軍事委員会副主席を退任した。2015年3月3日、息子の各忠志公と共に当局に拘束され、汚職問題で追及を受けているトロイターで報じられた。引退後の2015年4月、中央規律委員会は、北京に南京状態のクルワを汚職容疑で、身柄拘束をした。3月には、長男とその妻が拘束されている。 2015年7月30日、中共中央政治局は、核の投石を剥奪すると決定した。核の収賄容疑について、最高人民検察院に調査を要請した。2016年7月25日、軍事裁判所は収賄罪に問われた核に対し、無期懲役を言い渡した。また、核は、上昇の階級も剥奪された。核は、上層しない意向を表明した。 中井、今井、116ページ。平松、24ページ。全国人民、代表大会常務委員会決定任命的名。単、httpww.reuter.com、アーティクル、2015、03、03、アスチャイナコラプションエクスクルーシブアイダス公文。 レール Z0XW2015303Exclusive China Investigate Second Top Officer Hograft Source Hathttp コロンスンッラスッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュ ZHONGWEN スラッシュ SIMP スラッシュ China スラッシュ2015スラッシュ03スラッシュ1503035バーキシング中国全中央軍医 副主席、各白を、異秘町中国の元軍政服組トップ、各白を氏が、失脚を食ういで取り調べ衆近平氏、軍部小悪へ大な高三景新聞、住居中央決定給与、各白を解除投石処分。網駅。2015年7月30日閲覧。怪人、各白を一審批判ところ向き時計。新華社。 2016年7月26日閲覧。中国軍元征服組トップの各白雄氏に、無期懲役収賄罪、階級も剥奪。産経ニュース。2016年7月26日閲覧。ありがとうございます。